3月の11日の地震津波ですね。それで、無事におったんですが、外に出られなくなって。そしたら、100メートル先ぐらいに津波の先端が来まして、それで自分ちのうちに庭木がこのぐらいのあったもんで、それにとっさに登ってですね、それで木に登ってるうちにね、幼い子供がね、タイヤに捕まって流されていったのが目の前で見たんですね。それが非常に頭の中にまだ残ってるんですよ。我々、自衛隊は、この苦難を乗り越えるために、最大限の努力を現在しているところであります。地元の町に復興できるように我々は全力で、支援しますので、共に頑張っていきましょう。過去の歴史が言っても必ず我々日本人は立ち直ることが可能と思います。皆さんと一緒に頑張ります。ぜひとも復興させましょう。年月はかなりかかるとは思いますけれども、必ず復興はしていくものと私は思います。子どもたちがですね、人の優しさやぬくもりや絆とか、そういう、国を超えたですね、友情とかも経験して